被害者の会5人の先生方は沖縄県民に対して県外移設ということを公約にしてとおっしゃいましたが、その県外移設公約は今日で実質を撤回させたというふうに言っていましょうか。私はさせたという言い方をするつもりはございません。辺野古移設を含めてあらゆる可能性を排除しない原点であるんですが、そもそも原点は何であったかといえば、天満の危険性を一日も早く除去しなければならない、まさしく住宅街の真ん中にあって極めて危険な状況にあるものを一日も早く除去するということも公約です。それは守っていかねばならないということです。その公約実現に向けていろんな方策がある中でこういうのを処理しておりたいということであって、これが撤回させたとかそういう認識は持っていません。あらゆる責任を、あるいはあらゆるご批判を党は一体となって沖縄県に対して思うかと思っています。これからも先生方が県外説ということで県民に説明しても何の問題ないということですか。先ほど申しましたように辺野古移設も含めてあらゆる可能性を排除しないということです。そこへ向けてこれから先いろいろな手続きを踏んでいかねばなりません。いろいろな壁を乗り越えていかねばならないものでございます。そこへ向けて党と沖縄の議員さんとは当然自由民主党の同志として一体となっているものです。それは我々党として沖縄の議員がどれだけ悩み、どれだけ苦しいのかということ、日本全体の安全保障のみならず、このアジア太平洋地域において我が日本として何をしなければならないのかということと、沖縄のいろんな方々の思い、その中でこれ以上ないほどに沖縄の人たちが苦しい思いをしてきたのであります。ですから我々党として本当に辛い思いをお願いをしたし、それは議員のみならず沖縄県民の方々に対してもそうです。その負担をどれだけこれから先も軽減できるかということに、それぞれの日本人、日本国民が胸に手を当てて自らに問いかけていかねばならない問題だと思います。党の幹事長として今まで随分と辛いことも共にしてきました。これから先それは私自身の問題として、党の問題として共に追ってまいります。そういうことです。毎日新聞の青木です。先ほど幹事長は辺野古が一番の近道だというふうにおっしゃっていましたけれども、この期間をですね、もっと短くするとか、そういう面で党として何か取り組みをするという考えはありますか。この期間とは何ですか。辺野古移設が終わるまで、その危険性状況の一番の悩みというふうにおっしゃった辺野古移設、これかなり長い時間がかかることになるという指摘はあるんですけれども、先生はどう考えていますか。はい、今までも長い時間を費やしてまいりました。誰のせいだの彼のせいだのというつもりはございません。そういう経緯を踏まえた上で私どもは今責任を担っております。もしますと一日も早い除去ということをお題目みたいに言うのではなくて、どうやって原点である天満の危険性を早く除去するかということ、そしてそれが除去するためにいろんな手立てを講じます。私どもとして辺野古移設ということですが、じゃあその間は天満で今まで通り飛行機が飛び続けるのかということにはなりません。安全保障全体を俯瞰しながら、この仮に辺野古移設ということが進捗を見たとしても、その間が今の天満の状況が維持されているとは全く思っておりません。その間もどうやって安全保障というものをもちろん念頭に置いた上で天満の危険性が除去されるか、できるまでは今のままよというようなことを言うつもりは全くございません。具体的にどのような取り組みを今お考えでしょうか。これはまず仮に辺野古が進捗を見たとします。
そこが10年近い長い時間かかるというふうに言われておりますが、これをどうやって短縮することができるかということが一方にございます。もう一つは天満に乗っている飛行が、もちろん飛行機が飛んだり降りたりやってる訓練ではございません。それはヘリというのは輸送手段ですから、実際に訓練と一体のものでございますので、それがどれだけ本土で受けられるかということについてもさらに詳細な検討を加えなければなりません。沖縄の負担を減らそうということについて、どれだけ本土が負えるかということに真剣に正面から取り組むということです。今のおっしゃったその完成までの、完成までのテーマの関係の話に関しては、今日の話でも幹事長からその試案としてご利用されて、それが国会の方が納得されるのも大事になっているという納得という問題ではないと思います。それは我々の姿勢の問題なのであって、これは私意識してあちらこちらの会合で申し上げていることですが、本土で負えるものは本土で負うということについて、それぞれがその思いを持たなければなりません。で、これで沖縄の中で完結して、それでよかったよかったというような思いは断じて持つべきではありません。そのですから、それは今日の場で私は申し上げたわけではなくて、これはもうかなり前から、私自身が政調会長の頃からそういうふうに申し上げていたことでございます。その思いを沖縄の皆さん方にはご理解いただいて、私は考えています。